はい、どうも、アニモです。今日はですね、編み物サボって、梅が10キロ届いたんやけど、青梅頼んだのに、ほぼ完熟で、なんやったらちょっと小傷も多いなっていうような梅が届いたんです。なので、慌てて、昨日はね、ウイスキーの梅酒を作ったんですけど、今日は、ブランデーがあるのでね、ブランデー梅酒を作っていこうと思いますよ。で、あと、ジップロックでつける蜂蜜梅とか、もう全部梅仕事をザザッとやっていこうと思ってます。で、これは、南高梅なんです。南高梅は、ヘタは全部取ってます。で、完熟してるので、もうアク抜きも必要ないし、もし青梅の人で追熟させるっていう人やったら、紙袋とか段ボールとかに入れて、数日間放置。あんまり重ならないようにこう広げといて放置して、で、まだちょっとそんな大きな傷がないやつを選んでください。で、まあ、完熟梅でやってもいいし、青梅ですっきりしてもいいんですけど、南高梅じゃない人は、ちょっと水にさらして、1、2時間ぐらいですかね。で、そっから、拭いてもらって、全部拭いて干して、で、このおへそのところのね、中の軸も全部、竹串とかで取ってもらって、で、ここに、水分や汚れが溜まるんで、これも拭いてもらってっていう工程が必要になります。で、ここまでの完熟梅が用意できたら、今これ10キロあるうちの、まだ500グラムです。梅酒いろんな味で500グラムでばっかりいろんな瓶につけていってるんです。で、これはね、今日はこのシェリアさんからのうっそというダイソーさんのね、この200円で 2.2 リットルの瓶、2.2 リットル入ってね、瓶なんです。これを洗って、で、乾かした後、今ね、ホワイトリカー中に入れて、ほいで、ちょっと、殺菌するのにね、振ったんですよ。逆さ向けてみたら、じゃあ全部出るいうね。パッキンの意味言うやつですよ。パッキンの意味言うやつやけど、そんなことする用の、あれやないんでしょうね。だけど、これにつけたいと思います。まずね、もうホワイトリカー残ってる分、もったいないから、まず梅も、もうなんかね、だいたい毎回適当なんですよ。容器除菌したやつもったいないから、ここに入れて、ね、ほいで、あと一旦混ぜて梅も殺菌しとこうかなって感じ。で、ちょうど手もね、消毒しといてくださいよ、もうね、一緒にね。はい、ほいで、これができたら、この瓶に、ダダ入れる。はい。梅適当にね、まあ、優しいにしたってね、梅をバーっと入れる。でね、これ、ちょっきり 500g 測ってるんです。大きいの、小さいの入れ替えてみたりとかね。で、500g にしてるから、砂糖は平均ね、500前後なんですけど、1キロがね。で、これ 500g なんで、250とかぐらいかなと思うんですけど、甘さあんまりいらないので、アニモはね、200g の砂糖でいこうと思ってますよ。はい、じゃあ砂糖 200g 測ります。そしたらね、こんなもん普通の氷砂糖で、普通のパレット開けてね、雑さが目に余る。この氷砂糖を、またこれもね、消毒してるボールです。これに 200g、ちょっきり入ってます。でね、この梅の上に、交互にしてねとか、重ねてねっていう人おるんやけど、氷砂糖入れてから何して、一緒です。もうね、後でかけた後入れたら、砂糖が沈んで梅が浮きます。なので、もう、ダーでいいです。ね、200g の砂糖、ダーもこんなんでいいんです。おいで、中に入れるウイスキーね。まあ、ブランデーでもウイスキーでも、ホワイトリカーは一番あっさりかな。でもやっぱり、ブランデーやったりとか、ウイスキーが美味しい。そして、どうせ美味しいのやったら、ということでですね。今日はね、じゃん。ヘネシーか。じゃんじゃじゃん。カミューでつけてやろうと思っております。普通のね、安い VO も買ってきてるんですよ。安いウイスキーね。VO です。これ VO。で、この普通に一旦今瓶に入れてるこの分ね、これはもうただの氷砂糖なんで、ヘネシーでつけてやろうと思いますよ。ね、オートたち飲めへんねやったらもう梅酒の方がまあ飲むか、みたいなね、感じなんで、これで飲んでいきたいと思います。いつのやつでしょうね、これね。実家からこうね、ひっそりと、実家の昔ながらのサイドボードにあるやん、みたいなやつをひっそりと持って帰ってくるやつですね。あ、コルクが死んでる。危ない。ちょっと危ないので、コルクをそーっと抜いてきます。これコルクはまりそうなやつや。
ちょっと一回逆さ向けてね、コルク湿らしたりとかね、なんぞやかんぞや やらんとちょっと古かった。ちょっとお待ちください。押した方が早い。もうはめよ。ね。はめても中身は出てくる。さあ出すよ。ここでね、もう中トトトトトトって静かに入れるだけ。静かか？これ静かになってるか？これだけでね、もう終わりです。あとのカミューも同じ割合でカミューでつけてやろうと思ってます。で、え、匂いするものみたい。なんだよ。で、大体ね、もうこれで1年ほど、毎日ね、最初は砂糖溶けるまで、よし、オッケー。砂糖溶けるまで、混ぜ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 する。ね。ほいで、日付とか書いたりね、シール貼っといてください。日付と、大体割合どれぐらいでやったよっていうのをね。もうこの時点で、ほら、もう砂糖もいっちゃん下まで落ちてます。なので、順番どうでもいいの。まあ、こうやってつけるだけ。ほいで、これこのまま蓋したらあかんかったね。が漏れるから、そういう場合はね、サーッとラップでブーッと、ラップグーッと来て、まあ、できるかいパシャー、こういう技が切れるんですよね。ほいでから、よいしょ。これをね、まずピッタリンコと貼りますよ。よし。って感じ。ちょっと、うちちょっとね、浮かしとかんと。お。ね。はい、この状態で、いい感じよ。ほいで、こういで、蓋して、蓋でグーッと押す。ほたら見て、ラップちゃんもできてるし、ね。ラップちゃんもできて、中はもう多分こぼれないよ、これ。ひっくり返してみる？上、ふたぐ押さえとかなさいね。オッケーオッケーオッケー、漏れない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 。なんか毎日これでそーっとね、こうして、砂糖溶けるまで毎日毎日する。それが終わったら冷暗所でね、1年ぐらい置いといて、置いとくだけ。置いて、あとはね、1年後ぐらいに梅を抜くか、抜いてジャムにするかとかやね。こんな感じで、1年後から楽しんでもろて2年、3年寝かせもともっとまろやかになって美味しいから、これはね、いつ飲もうかな。今年は結婚記念で酒をね、酒で梅つけたろうと思ってるから、スイート店 ?10 年後もう多分来年には飲んでるやろうけど、まあ一旦こんなんで、梅酒はつけますね。で、カミューも同じ、氷砂糖でつけようと思ってます。それから、ブイヨーね。ブイヨーだけは、黒砂糖とか黒糖とかってめっちゃ美味しいのよ。入れたら。じゃあ、ブイヨーだけは、砂糖の代わりにこの黒砂糖を入れて、これで作ってみようと思います。まあ、そんなん言うたって味見できへんから、来年にね。来年やっぱりちょっとみんなの前でちょっと一旦飲んで、おうおう、ほんでこんな味を言うの言わなあかんからね。まあ、来年まで待ってください、感想は。はい。そしたら、まあ、いろんなバージョンの梅酒作って、次ね、梅干しやっていきたいと思います。はい、じゃあね、これ、梅干し用に1キロの梅。まあ、極力綺麗なやつやけど、今年ちょっと梅の出来が悪いのか、まあ。まあまあ、でもまあ、いけるやろうぐらいのね、やつで、だいぶ完熟のやつです。これを、またね、アク抜きする人はアク抜きして、追熟する人は追熟して、こんなんをね、1キロ。まあ、好きなだけ、半分やった半分の500グラムでもいいです。あとはね、ジップロック用意してください。ジップロックに入るやろうか、全部。これ一番でっかい L のやつですけどね。入るかどうか。まあちょっと、これ置いて。これさっきのね、ほれ、あれのホワイトリカーの残り。ここでね、ちょっと、さあ、あと洗いますよ。ホワイトリカーをね、まぶします。全部にね。これで、よいしょよいしょ。手が近いな。まあ大体ザザーと転がして、こうね、ゴミが取れるようにと。あと、産毛濡らしといたなんとね。あかんから。こうやって、やったら今度は、お前やったらね、塩をこのおへそとかに突っ込んであげたらいいんやけども、もう、ええんちゃうか、心配性な人はね、塩をここのおへそにぐーっと詰めてからジップロックに入れたったらいいです。まあ、アニモはもう後で揉み込むつもりなので。ほんで、減塩でいこうと思ってるんですよ。毎年ね、塩分 20% 近くでやるんやけど、もう、スッパーってしゃあないからね。それを、だから、いっぱいあるねんっていう人やったら、塩分 20% でいっぱいつけて、あ、これよう売ってるな。いけるかな。塩分 20% でつけたりとか、まあ、18% とかでつけて、ほいでから、それを水でね、つけてもう干して全部終わってね、1年ほど経ったやつを、水で、1回2、3日ね、こうちょっと、酸味じゃない、塩味、塩分を抜いて、で、そこから蜂蜜でつけておくっていうね、蜂蜜漬け。
まあ、借りたりせんへんのはそっちの方がカビひんし、食べたい分だけ塩抜いて、で、あと蜂蜜入れてジップロックで寝かしとくって感じなんで、あの瓶でもええしね、なんでもええから。なので、そっちの方がまあ楽じゃねえかって感じは楽じゃねえかと思いますけど、まあ一旦ね、今年の分だけはこれでつけて、あとはもう 20% でつけて、ほいで、あれしよう思ってますよ。あと 20% でつけて、ほいで、食べる都度にね、食べる都度に塩味を抜いていこうと思うんです。で、その、他のやつ、塩分 20% のやつだったら1年ほどね、干したりなんや、まろやかになるまで待って、で、1年食べられへんこと思ったら、これはもうね、土用干しが終わった後から食べれます。だから、土用干しが終わって、来年の梅食べれるようになるまでの間の保存食。ただまあね、あれなんですよ。減塩してるから、3ヶ月から6ヶ月では食べきってほしいかなって感じです。あと、保存が冷蔵庫でせなあかんから、割に場所取るからね。だから、食べる分量だけ。お、ジップロックに全部入るわ、これね。ちょうどええぐらい。L サイズ。これダイソーさんのやつやから、ジップロックじゃないけど、冷凍できるいうやつです。冷凍できるいうこの子に、まずこれ入れますよね。はい。そうしたらね、塩分 8% でいこうかな。5% でもいいけど、ちょっとね、傷んでる梅が多いから、ちょっと怖いから 8%、10% でいってもいいけど、悩んで 8% でいきます。ということは、1kg は1000の100で割って10の、そうやね。そしたら、80g の塩を用意します。粗塩がいいですよ。粗塩。用意してください。これね、兄も粗塩用意してくださいよ、言うた分際で自分はこれ用意してるんですよ。5キロで、兄もが大好きなね、淡路島のやつなんですよ。ほいで、これがね、399円だったかな。めちゃくちゃ安かったから、これめっちゃ使えるやんと思って見たら、ほら、塩がさ、99% やから、まあ、ほとんど海水やし、国産のやつやし、と思ってこれにしたんやけど、中見た割にサラサラの塩でした？サラサラの塩でしたけど、もうこれでいく。ね。これをほんなら、よいしょ、80g、測ってまいります。はい、そしたら 80g の塩ね。まず塩をね、この袋にザー入れます。80g ね、まずザー入れます。はい。ほいで、あと蜂蜜好きな量入れたらいいんだけど、できたらまあ 20% までに抑えたいから、150多いかな。120ぐらいにしようかな。もう大体なんですよ。大体やけど、あんまり砂糖減らしすぎても、あんまり糖分多すぎても困るので、あんまり、ね、誤差があるとあれなんで、100でいいかな。これ桜印の蜂蜜さん、アルゼンチンとカナダの蜂蜜うまいからね。この蜂蜜でいこうかなと思ってますよ。ミシン目に沿って、後悔開いた開いた。ね。ほんで、これ、こうなるやっちゃな。そうやな。ほうほうほう。わかった。ここや。こう。こう。ほいで、これを、まあ今のやつでもいいわ。ちょっと、年季の入ったこのね、重しで。こう。よし。ほいに蜂蜜をね、何本いこうか。100って結構か。蜂蜜高いからな。100ぐらいにしとこうか。いや、120行きたいけどなぁ。ほんで、心配性な人やったら、まずね、塩とホワイトリカーだけで、梅酢が上がるの待ってください。で、梅酢が上がってから蜂蜜入れて混ぜた方が失敗はない。だけど、めんどくさがりなんで、アニマはもう一気に入れちゃいます。100にしよう。お、あとちょっと。こういうね、1グラムはビビんのよ。よし、100ね。はい。そしたら、この100を、このまま器に入れようとしたら、割にね、大変やないかいと思うでしょう。ならね、さっきのホワイトリカーみたいなのちょっと、これもだいぶ洗った後のやつやから、まあ、綺麗なホワイトリカーをね、ちょっと入れますね。いや、もう、どれぐらいやろ。とっとっとっと入れるわね。ちょっと止まってもらった。120になるぐらいまでね、ホワイトリカーここに入れました。ほいで、薄めて入れたらどうやと思ったんやけど、蜂蜜って硬いな。はい、ほんならね、これ、こうしてね、混ぜたら柔らかなるなる。ほいで、このホワイトリカー入れといたら、殺菌にもなるし、
蜂蜜もまあ滅菌効果あるんだけど、これでちょっとね、入れたらおうかと思います。まあ、言うほど伸びひんね。お皿につくん嫌やから思うんだけど、あ、でもふわふわしてる。ほら、ここでほら、こう混ぜて入れたら、どうせ中で混ぜるんやし。ね。何とちゃうかと思ってますよ。よし。今ここにね、さささのさのさ。よしけ。あ、いいんじゃない？蜂蜜だけでいくより、ちょっと水気があるから、ちょっと、取れやすかったんちゃう？もっと蜂蜜だけだとほれ、洗い物が増えるでよ。ちょっと水分入れといたら強いんちゃうか？はい。ほいでね、一応心配やから、むちゃくちゃ涼しいところに住んどる人やない限りは、もう梅酢上がるまで冷蔵庫に置いときましょうか。ほいで、梅酢上がっても冷蔵庫に置いといて、ほいで干す。干すときはね、もう瓶に移して、瓶ごと干したらいいと思います。いちいち一個一個並べんでも、もう蜂蜜ほれ、べったりついちゃってるから。ほんで、瓶ごと干して、3日ほど、外であっちあっちのね、梅雨が明けた時。まあ、これはね、あと、ゴロゴロ混ぜますよ。ね、塩と蜂蜜と何がみんなに回るようにね、混ぜますよ。優しくしてね、梅には優しくしてあげて。ほいで、干すのはもう瓶ごと干して、ほんで、その干した後からもう食べれるから、これはね、半年年内には食べきりたいぞぐらいの勢いのやつでやってください。で、塩分は 5% から 10% ぐらいかな、蜂蜜入れんのやったら。5% はちょっとでもカビが来やすいから責任取れません。一応今回は間取って 8% にしてますけど、で、蜂蜜をちょっと多めにしてるから、もうちょっと中和されて、8% よりは、塩味がね、ちょっと優しくなってると思います。たったこれだけなんです。それでね、兄もさ、編み物でもしょうか言うて、兄もさん忙しいのどなしてんの言うてコメントくれた人がね、いやいや、兄も、ね、梅が届いて梅せんなんのよ、言うて言うとったら、いや、どなしてやっとんですか言うか、あら、ほんなまあ梅の動画出そか言うたんやけど、こんなんでよかったですか？もうね、こんなんなんですよ。これでまた雑いから、やることもね。まあ、こうでしょ。ほいで、空気を、極力抜く。ソロで吸うたりせんでええよ。ソロ、ヘトリカ入れとるから、ソロでこう、いや、スーンはそれは吸うたらええと思うけど、むせるよ、絶対ね。なんぼ酒好きやってもホワイトリカはグーって、蜂蜜の甘さがゴーン喉に来るから。まあ、だいたいこれぐらい。ね。抜けたぐらいになったら、あとはね、もう一重、ジップロックしてください、心配やから。これでそのジップロックにね、なんぼの梅に何月何日につけてどうの言うて覚え書きしといたら来年もうちょっと、蜂蜜増やそかとか、ね、塩減らそかとか増やそかとかいう好みのやつができてくるから、ここにね、カンペ状態で書いといてください。で、もう一枚のやつに入れて、そしたらね、バット。こんなね、冷蔵庫に入れるにしてもこういうバットに入れた方がいいです。梅酢上がるまでまあ一重でもええかな。漏れへんし、バットがあるっていう人やったら一重でもいいです。ね。で、梅酢が多分2、3日ぐらいで上がってくる。水分がぐーっと上がってくるし、ほいでまたこれは膨れてくるからね。膨れたら必ず空気毎日抜いて、で、毎日、梅さんどないですか？ご機嫌いかが？言うて、毎日ひっくり返して。1日何回かね、2回も3回もひっくり返してあげて。ね。ほいで、汁にひたひたにした、梅が浸るようになってきたら OK です。そのまんま、時々空気は抜いてあげたりとかしてね。そのまんま、梅雨明けまで待ってください。ほいで、あとは瓶に移して、瓶ごとね、外で3日ほど干すと。たったこれだけなんです。ね。簡単でしょ？ほいで、空気はずっと抜いて、空気抜いてね、梅酢が上がってきたら、もう一枚ビニールには入れてあげた方がいい。今入れててもいいよ。いつ入れてもいいです。まあ、二重にしてる方が安心。ほんで、しかもこれほら、ちゃんとしたジップロックさん言うよりダイソーさんのやつやからね。いや、ダイソーさんいいよ。もうよけ出してはんのよ。だけど、ちょっと薄い。ね。せやから、ちょっと聞こえた？ちょっと薄いね。せやから、愛してください。二重が一番完璧。二重が完璧やけど、アニモは梅酢上がってくるまでに、何回も空気抜いたりするからね。二重で空気抜いてもいいんやけど、めんどくさいから一重で。なんかあってもバットの中やし、このまま、冷蔵庫。野菜やから、この人野菜やから、野菜室かな？野菜室入れようか。ね。冷蔵庫あんまり冷えすぎるし、ほれ。兄もよ、ビール飲むからバタバタ開けたり閉めたりすること思ったら、野菜室の下の方にちょっとね、静かに寝かしときます。で、あとこの上に、何かね、これ1キロでしょ？ 1 キロぐらいの重り。ぺたんこの。なんかええもんないかな。なんか、砂糖とか？砂糖さ、これ。砂糖ってあれ1袋1キロやから、ああいうのをトンと置いとく。ほいで、それでもちょっと梅酢上がってこないわって言ったら、1.5 倍ぐらい。1キロ半ぐらいのね、
1.5 キロぐらいの重しにしてあげる。あんまりやって埋め潰れてしまったらあかんから、まあ1キロぐらいがええかなとは思いますけど、砂糖1個置いて、これで梅酢が上がってきたらどんどん重し軽にしていくとかも、重しどけちゃうとかしてね、これでやったってください。砂糖で冷蔵庫入れてんやろか。だけどほらいいやんね、北海道の人なんかそれはもう置いとったら冷蔵庫みたいな温度やもんね。ほんとまあそのまま砂糖を置いて冷蔵庫の中でね、チーとこれを寝かして仕上がりまで待ちたいと思います。ほんな今日はね、なんちゅないなんちゅない動画やったんですけど、明日は明日でちょっとね、もうちょっと出かけなあかんとこがあるんで動画できそうにないので、今日はこれで許してください。はい、それじゃあ今日はね、全く関係のない梅のお話でございました。まあ今からね、まだまだちょっとあと6キロ7キロ分ぐらい頑張っていろいろつけたいと思います。それじゃあ今日も長い間ご視聴ありがとうございました。